ハローハンターズ、皆さんこんにちは、カプコンの辻本です。モンスターハンターシリーズのプロデューサーをやっております。今日はですね、北米欧州の皆様にスペシャルな情報を持ってきておりますので、皆さんぜひ聞いてください。実はですね、先日日本で任天堂 3DS 向け用のモンスターハンター 4G というタイトルを発表いたしました。こちらですね、現在開発中なんですが、北米欧州のハンターの皆様にもいい情報を持ってきております。モンスターハンター 4G の海外版であるモンスターハンター 4 アルティメイト、こちらの方をですね、今開発中であります。2015年の初頭には北米の皆様、欧州の皆様にお届けできるように開発を進めておりますので、皆さんぜひ期待していただけたらと思っております。多くの方にこのモンスターハンターシリーズプレイしていただけたと思うんですが、今回のこのモンスターハンター 4U はですね、アクション部分に関してちょっと進化させております。それがですね、今までは平面上のアクションだったんですが、今回高低差のアクションっていうところを入れております。これを入れることによって、よりダイナミックでよりスムーズなハンティングアクションを皆様にプレイしていただけるようになりました。そしてですね、従来通り、みんなで集まってプレイするローカルプレイ、こちらの方はもちろん対応しております。さらにですね、インターネットを通じてのマルチプレイ、こちらも、初めて対応、携帯機でですね、単独でできるのは初めて、モンスターハンターシリーズとしては対応しておりますので、ぜひこの遠く離れたハンターの皆様とマルチプレイをこのインターネットマルチで遊んでいただき、集まっていただいたときはローカルプレイでみんなで楽しんでいただけたらという環境が整いました。今日はですね、この発表をですね、私の口から北米欧州の皆様にしたいと思い、この映像を作らせていただきました。今後もちろんですね、このモンスターハンター4アルティメイトに関する情報を続々出していきます。そちらの方はですね、 Facebook とかカプコンの Unity、こちらの方でどんどん皆様にお伝えしていきますので、そちらの方ぜひ注目していただけたらと思います。それでは皆さん、2015年の初頭、モンスターハンター4アルティメイトでお会いしましょう。